今日は皆さんにお話ししたいことがあります。モナコのお母さんでレベルとシェリーのおばあちゃんのニーラちゃんがお空に旅立ってしまいました。ニーラちゃんはうちの四部妃のお里であるエクセレントカインド犬舎の看板犬でもありました。いつも私たちが犬舎に遊びに行くと元気に迎えてくれたニーラちゃんの姿がもう見られないのかと思うと何とも言えない喪失感でいっぱいです。私ですらこんな気持ちになるのですから、オーナーの倉田さんの気持ちを思うと心が痛みます。コロナが落ち着いたらまた会えると思っていたのに本当に残念です。今日は本当ならナイトルーティンの動画をアップするつもりでしたが、急遽ニーラちゃんとの思い出をアップしたいと思います。ニーラちゃんありがとう。なんか家にいる時もそうです。すごい仲良し。いつもこっちで寝てるもん、大体私が。でもまだほとんど寝てる方が多いまだ。もうちょ。でもこういう生まれるとね、こうやってなんか面倒見ようと思って。